どうもです。今日なんですけどもね、シュープからですね、これが最後のデリバリーとなります。ラストデリバリー届きましたので、そちらの方の、ご紹介をさせていただきたいなと思います。今回入ってきたのはセットアップです。こちら、ボン。はい。まず、ジャケットこちらでございます。はい。アシンメトリーのね、はい、テイラードのジャケットでございます。ダブルですね。ちょっと面白いですよ、やっぱこういうところが。ちょっとパンチ効いてる。デザイン一発挟んでる感じで。はい。まあ、こっちがね、ハウンドトゥースのチェックと、まあ、こっち無地のね、黒の、生地で。はい。こちらと、パンツ。はい。こんな感じです。これも切り替えがね、あって、こことここで生地が違いますね。はい、チェックと。で、こういう、コインケースみたいな、ちょっとおまけみたいな、ものもついてます、これも。はい。付属品でございますね。はい。はい、後ろはこんな感じです。まあ、黒ベースのパンツにパネルが、チェックのパネルが、こう、パチーンと入ってるっていうような形ですね。はい。まあ、シルエットとかまた後で履きますけども、スリムな感じのシルエットでございます。はい。そんな感じで今回入ってきた。まあ、これがラストですね。このセットアップ。はい。これをもちまして今年のシュープ18年秋冬のデリバリーは終わりますし、さらに言うと、ハウで、全体で見ても、デリバリー、これで終わりでございます。今年の秋冬は。完了と、いう形になりましたんで、です。はい。では早速、ちょっと着ていこうと思います。はい。着てみました。どうでしょう。上下でございます。最初に言っておきましょうか。お値段ですね。まず、ジャケットが55,000円、ジャケット55,000円、パンツ30,000円でございます。で、両方上下 M サイズでございます。私が今着てるのはどうでしょう。はい。かっこいいよね。渋い。渋いながらも今っぽいという。うん。なんか、このね、チェック柄が、まあちょっとね、クラシカルな感じがしてね、渋い感じじゃないですか、こっちから見ると。ところがやっぱね、このね、アシメドリーというかね、ドッキング、これは非常に今っぽいデザインじゃないですか。ね。なんかそこのコントラストが非常に面白いですね。うん。どう？かっこよくないですか？かっこいいよね。はい。どうでしょう。ランウェイを歩いてますけども。はい。じゃあ、まあ、ディティールで言うとね、やっぱり、まあ、特徴は、まあ、一番はね、このアシメトリーってとこなんですけどもね、こういうところ、うん、ここね、ボタンでパチパチとスナップボタンで止められるようになってるんですよね、ボタン。いわゆる普通のボタンではなくて。はい。こんな感じで。ね、こっちは普通のね、ダブルのジャケットのボタンついてるんですけど、こっちはちょっとスナップボタンがついてて。まあ、ここでも若干こうね、アシンメトリー感があるっていうかね。うん。あれみたいな。ちょっとこう違和感がある感じはありますけどね。うん、はい。そんな感じでございます。で、まあ、これパチパチと。ここゴムなんですよね。ゴムなんです、ここ。結構固めのゴムですね。固めのゴム。頑丈なゴム。で、まあ、こんな感じで。はい。まあ、総裏で、ですね。ここにコンシールファスナーがあって、内ポケットになってます。ここに。コンシールファスナーが仕込まれておりますね。両側にあります。コンシールファスナー、ここにある。わかるか。ここね。はい。これが内ポケットみたいな感じですね。はい。で、肩パッドはね、これ、ま、一応入ってます。一応入ってますが、そこまで強くない。そこまでね、バキッと、パワーショルダーというわけではない。一応入ってるんですね。ソフトな感じの。はい。まあ、肩パッド。入りつつ、パンツも、はい。まあ、ちょっと僕やっぱウエスト細いんで、M だと若干、僕は女子並みにウエスト細いんで、ちょっと緩いっていう感じですけど、まあ一般的な方だったらまあ全然、いいんじゃないですか？はい。こんな感じですね。で、素材なんですけども、ウールかと思いきや、これウールではないんですよ。非常にウールライクなんですけどね。ウールライクな素材なんだけど、ウールじゃなくて、コットンとポリエステルと、あとウレタンとビニールかな、うん、ナイロンか。
その辺がこう、合わさってる。まあ、一応ミックスの生地なんですよ。なので、もうね、パッと見と触った感じは非常にウールに近い。なんだけど、若干ソフトだな。若干ソフトな感じがします。あんまりウールの、なんていうの、シャリッと感とか、ちょっと、ザラッとした感じとか、なんかそういう感じはあんまないです。ちょっとね、やっぱりパッと見はウールライクなんですけどもね。触ってみたりすると、若干ソフトかなと。パンツとかもそうです。履き心地が非常にやっぱいいですね。うん。まあ、ストレッチも効いてるんでしょう。ウレタンが入ってるので。はい。なので。いいですよね。しかも、ジャケット5万5000でしょ?パンツ3万でしょ?上下で10万いかないって結構いいですよね。セットアップで上下10万切るんで、意外にお求めやすいかなというか、うん。いいんじゃないですかと。まあこれからの時期ね、特に、まあなんか成人式ですとか、まあ卒業式とかのシーズンになってきますんで、もしなんかこうセットアップね、お探しで、まあ10万以下のセットアップってあんまないんで、正直な話。あんまり、だいたい10万超えちゃうんでね、こういうブランドのものって。10万以下で、揃えたいなと思ってる方とか、ぜひぜひいいんじゃないですかと。はい。今僕シャツ合わせてますけど、シャツ合わせてんでより、ちょっと成人式チックというか、フォーマルチックですけど、まあなんかカットソーとかでもいいでしょうしね。はい、ニットでもいいでしょうし。はい。そんな感じの、まあちょっとモードっぽくもあり、今っぽくもあり。いいんじゃないかと思います。はい。というか、いいと思ってるから仕入れてますけども。はい、そんな感じで、例によってこちらも概要欄の方から詳細の方を見ていただけますんで、ぜひぜひチェックしていただきまして、また基本的に再入荷ございませんので、そちらの方はご了承くださいと。はい、そんな感じで、シュープの最終ラストデリバリーでございましたね。セットアップの紹介でした。ではまた。